三代、中井三郎兵衛は、日本の実業家。三井屋別家当主。日本紙、パルプ商事創業者。国際紙パルプ商事も、中井三郎兵衛の起こした会社から分離した組織が元になっている。第8代、三井八郎右衛門の要請で、三井川本方総元締めに就任。三井銀行、三井物産の設立に深く関与する。京都の中井家に、父、中井正吉、母、金の次男として生まれる。出生名は、中井三平。1832年、12歳で、三井屋京本店に奉公。1845年、三井越後屋呉服店で番頭をしていた三平は、三郎兵衛の名跡を相続。同年、京都に、和紙商、越後屋三郎兵衛商店を開業。この時、丸二越ののれんの使用を同族以外で特別に認められた。1859年には丸二、井桁さんののれんの使用も特別に許されている。1870年、三井に再奉公し、重責を果たすことになる。中井三郎兵衛は、第一銀行四日市支店長であった、八巻道成が提唱により、八巻のほか、第一銀行頭取の渋沢栄一、東京の製紙会社、有常社の関係者、四日市の九鬼門七らと共に出資して、1887年、四日市製紙を設立した。さらに、中井三郎兵衛は、敦賀の銀行家大和田荘七、大倉財閥の渋谷喜助と共に、出資して、前田製紙を設立。第8代、三井八郎右衛門の要請で、三井川本方総元締めに就任。三井銀行。三井物産の設立に深く関与する。旧中井邸。ありがとうございます。